みこです。まこです。みこまこチャンネル。イエーイ、あかりさん、イエーイ。あかりでーす。イエーイ、あかりでーす。イエーイ。はい、そういうわけで、今日はあかりさんのモーニングルーティーンを見てもらおうかと。ほうほう。はい、まあなんかその大層なもんじゃないですけど、託児所に行く日の、私が仕事の日の、はい、ルーティーンを見ていただこうと思います。それでは VTR どうぞ。どうぞ。6時だよ。はい。眠そうですね。眠いよ、寝起きですぐ撮ってるから。そうだよ、もちろん。あかりさんのねモーニングルーティンってことでね、はい、いいの起こして。うん、朝ね、いつも本当は機嫌いいんだけど、ね、この日機嫌悪かったね。ね、結構グズでしたね。おはよう。眩しいの、眩しい。ママ、そう、本当は明かり入れて私トイレに行って戻ってきたら、トミーキー、マコリンがトイレ行ってだね。どうしたの？気持ちがいいね。朝一の気持ちがいい。ちょうど見えないようにちゃんと考えてやったんだよ。さすが。でしょ？で、おむつ替え終わったら、パパって持ってってくれるの、自分で。いつもね、毎朝これ嬉しいですよ。そうそう、パパって言って。なぜかこの時のパだけ高いんです。そうそう。パパ、まだこの時間はね。あのテレビもまだね、あかりさんに興味のあるものがやってないから、ね。そうなの、なんかスペイン語とかね、中国語。あかり、だいたい何できるって言うと全部はいだからね、うん、できないって言わないから。あかりは行かないの。うんって言ったじゃん。はいじゃー。あかりはどこに入れるの。はい。そう、いつもはここでテレビ見ててくれるんだけどね、この日は二人ともいなくなっちゃったってググってますね。よいしょ。パパもいるぞ。泣いてる、かわいそう。あ、マコリンが朝ごはんの支度で、私は自分のお弁当とあかりのお弁当の支度をしてます。このかっこよ。お互いね。てか私の寝癖ひどくない？あんなになんか後頭部尖ってると思わなかったんだけど。大グズだったね。この日はね。泣き顔も可愛いけど。そして私の格好よ。ね、もうおじいちゃんだよね。メガネ含め。ね。そう、これ泣き顔、私がスマホで撮ったやつ。でもね、カメラ向けるとすぐ泣き止んじゃうの。泣いてる。この日は私何作ったんだっけ？しらすマヨネーズトーストか。そうそう。わー、まあ、女優だから。うんっていう比較的簡単なね、シラスとマヨネーズをあえてパンに塗ってトーストするってだけの。はい。わーいや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 わーいや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 。たまに謎の雄たけびをね。いや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 。漏れてね。座る時の気合がすごいよね。いいっしょ。うまい。毎朝見てるはず。何度見ても可愛いな、これ。ねえ、うまい。なんでスプーン持ってんの？わかんない。ぐずったからじゃん、ミキ。ああ、何これ、可愛いじゃん。そう、ちょうだいってしてんの。両手で持ってくれて、知らなかったこれ。はい、息止めちゃうのね、飲んでる途中にね。何じゃ欲しい。いい顔するよね。
食べるたびにさ、美味しい。ここ何入れるんだっけ。何何何何チーズか。すごい混ぜてる。葉っぱ。あ、葉っぱだ。ナイス。これ私のお弁当の話ね。おにぎらずに凝ってて。そうそうそう、何入れるか忘れちゃった。昨日の夜、葉っぱ入れるって言ってたな、ね、よく思い出しました。おっきいお口、おっきいお口、うめえうめえ、うめえな。3号で、やっぱ3号反応、ね、ご飯の炊き方の話をしてる、はい、であかりさんのご飯ね、普通炊き。そう、今まで南飯で3号で4号の水とか、はい、で、おかゆで作ってたんですよね。そうそう、冷凍した根菜、鮭、パプリカをチンします。大人と一緒にね。そうで、今見せてたのがあかりのお昼ご飯。一緒に連れてくのにね、書かなきゃいけないんですよ、朝の日、体温をね見て。で、私も熱を測る。そうそうそう、おー、美味しそう。ここら辺になってくると一人で遊んでても平気になってくるのね。今日のあかりさんのエンドレスで曲流すからね。ランチです。曲なるんですよ、ご飯ボタンを押す。柔らかめの、これがね、あかりのお昼ご飯。今日から南飯から柔らかめのご飯になりました。根菜とパプリカと鮭に和風だし入れただけ。根菜、パプリカ、鮭。これブロッコリーとかぼちゃ混ぜてます。で、だしで味付けね。ちょっとブロッコリー、ブロッコリーとかぼちゃは味付けなしですね。これを持って託児所行ってます。毎回ね、これ完食してくれる。偉いね。もう残さないのね。偉いね。自宅。あら。セクシー、セクシー、セクシーショットだ。やばい、あかりさんのセクシーショットは。託児所は暖房入ってるからちょっと薄手のね、お洋服なんですよね。あったかい服着ていくとね、怒られるから。怒られはしないけど、着替えさせられちゃう。そうそう、着替えさせられちゃう。あ、今日は間違ったかっていうね。イチャイチャタイムですよ。この輪木、ちなみに私の兄のお下がり。何十年持ってんだ。ね、35年ぐらいじゃない。すげえな。あぶあぶ、かわいい、かわいい、かわいい。最近ね、ドアノブに手届くようになってね。ね、雨だね。雨降ってね、この日ね。そう、雨だったんです。嫌がんないよね、ヘルメットも。ヘルメット嫌がんない。自分でこうくぐって入ってる。用意してる。くぐって。ゆうこちゃん、いってらっしゃい。朝のグズが嘘のよう。ほんと。もろもろよろしくね。はい、はい。じゃあねー。カッパですよ、私。そうだ。そういうわけで、見ていただきましたあかりさんのモーニングルーティン。あー、煮干しに釣られてきたな。どうですかね。ね、どうなんだろう、まあ、参考になりますかね。参考になるのかどうか。まあ、だから1歳2ヶ月のこの、はい、もうちょっと機嫌いいです。本当はね。本当は。普段はもうちょっと月1ぐらいの機嫌悪い日だった。悪かった。でも新しく取り直す労力はなかった。まあ、時間もないしね。そう。なんだから私的には、はい、朝ずっとノーブラだったのかな。あら。言っちゃう、うん、もう言われる前に言おうと思って。本当はね、ブラしようと思ってたんだ。そう、朝起きてすぐブラジャーつけて来ようかと思った。もう一回ね、やめて、見直してみてもらいたい。見直さなくていいから。はい、金曜日にはご帰宅からのナイトルーティンをお見せしたいと思いますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、お願いします。うわーい、バイバーイ、バイバーイ、イエーイ。